スーパーマリオメーカー。今回はポッキーさんが作られたコースで遊んでみたいと思います。激おく花ちゃん、激おく花ちゃん、もう最初から難しそうだね。囲まれてるところでジャンプ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 だね。これはうわ、クリア率見てもらいたい。 0.06 で72万のマリオが死んで73万だね。500人しかクリアしてない、500のマリオしか達成できてないコースだから相当難しいんじゃないかな。相当やばそうですね。嫌な予感しかしない。途中で諦めそうな嫌な予感しかしない。だってほらもうこの時点で相当むずいよ。ほ、いや相当むずいけどこれ。え、いやー、一個ずつ。いや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 、何も喋れないよ。抜けるのに5分くらいかかりそうだな。うわ、むずいぞ、これ。難しさのレベルが、相当、いってます。猫パンチ、猫パンチ。ジャンプしなきゃよかった。一旦行くのは左？はい！ 1、2、3、4。降りて、降りて、降りて、いや、持っちゃった！ 1、2、3、4。よし。で、スピンジャンプ。なんか上にある。これ激おく花ちゃんってそういうことか。踏んでけってことか。うわー、この花ちゃん踏まない方がいいかも。余裕ない、余裕ない。この子の動きに思いっきり合わせていかないといけないから。よし。お、なんかあった。それはダメだよ、ポッキーさん。思いっきり右に行く気だったのに。くっそ、完全に孔明にやられた。よし、オッケー。で、ここ出して、うん、いけたね。まだまだ続くんだろうな。これやっと真ん中だもんね。またさっきみたいに一匹でいいから倒せないかな。お、倒せるっぽいね、これは。確実に。あ、他の奴らは多分、倒せないようになってるな、これ。このクリボーとか特に。なんか来た！こんな奴いた？さっきまで。これさ、ここ入ったらさ、始まるよね。ちょっと一旦退避するわ、これで。敵同士の跳ね返り合いで、こっち来てくんないかな。せめてクリボーだけでも。無理だね、これはね。奥に3体くらいいたでしょ、まだ赤いの。激おく花ちゃん。うわ、結局また、そうなっちゃうのか。う、あ、きつい。きつい、きつい、きつい。もともと音符苦手なのに、さらにきつい。フランキーが。フランキーが、あ、でもなんか、敵減ってんな。このクリボーはあの赤いのに当てたら勝ちだろ。当たってくんない。危ねえ。これ持ってけばいいんじゃね？よし！よし！やった！やり申した！よーし！なんか来た！ちょっと待って。どこ行った？帰ってった？あ、あいつは帰ってくのか？はい？これどうしろと？どうなってんの？こ
これ踏めるのかな踏んで右行けんのかな無理だよね。どう考えても。だよね。じゃあ、持ってって倒す。クリボーかなんかを持ってって倒すができる。ひゃーこれ罪だろ、どう考えても。どうしようもないじゃん、こんな。ですよね。いけそうでいけないよな、これ。もうやっぱでかくないとダメなんだよ。ムヘちゃんで倒せるのかどうか。ああ、一体消えちゃったか。これ無理かな。これ無理かな。諦めようかな、これ。これ多分なんかあるな。これ多分普通に行ったら、ちょっと普通に、クリアできなさそうな感じあるよね、ここ。あれ、キノコ一個で、無傷で突破ってちょっときつい気するんだよ。なんかあるんじゃないかな。裏が。そんな気がしてならない。はい、3日ぐらい開けまして、改めて挑戦します。ポッキーさんのこの動画を見てきました。この動画の攻略方法のね、動画見てきました。行かなくていいんですね。あの音符のとこ右に。ぐるっと回るだけっていうことが分かったんで。で、それを見てクリアしようっていう気になりました。本当は動画出さないつもりだったんですけど、あ、これ無理だなって分かったんで。クリア法が分かったんで、なんとかなりそうです。あとちょっとだったんだね。まさかあのドッスンを上に行くんだとは思わなかったから。にしてもこれ、最初難しいよな。あ、自分がプレイしてた時、確か、3日前73万とかだったんですけど、マリオの死亡者数。今80万になってて笑いました。たった3日で、7万回もプレイされたのかって思って。まあでもこうやって最初で死ぬからな。はい。よいしょ。おっと。このさ、スタートからやり直す俺押してるけどさ、カウントされてるよね。なんかさ、すっごい前うつばなコメントが来るんだよ。カウントされないからちゃんと死ねよ、みたいな。その情報をソースはどこですかっていう風にね、俺コメント返信したんだけどね。まあ、帰ってこないよね、当然ね。うん。だと思ったら絶対これね、だってもうこのプレイしてる時点で1カウントされてるんだから、死亡数もカウントされるでしょ、普通に。この時点で。だって音流れてるしね。いや、流れてないにしてもさ、カウントされてないにしても、それをとやかく言うのは、あなたではないよねっていう。それはリスナーさんが気にすることではないよねっていう話。ぶっちゃけた話ね。もし、この動画を投稿した人がめちゃめちゃ気にしてて、そういう風に動画内とかでも発言してるんだったら全然やるけど、リスナーさんはそれを、よ。リスナーさんはそれ、おお気にするあれではないでしょ。と思った、俺は。よし、ここまで来たらもうほぼゴールかもしれない。あー、やっとつけた。うわ。うわ。まずったかな、これ。
あ、大丈夫か。ドッスンがなくても行けるようになってるんですね。この音符エリアを右に行けば、このドアがあって、で、ドア入った先のドアをもう一回入ると、確かこれに繋が、ん？違うかね？ドア1個だったかな？ここに繋がってきて、左に行けっていうのが分かるっていう仕組みになってるみたいです。うん。で、ポッキーさんのその、なんだ？攻略、見せてる動画の方でも、かなり難しそうにご自分プレイされながらやってたんで、正直、マリオ被弾しながらそこ行くのもかなりハードだと思うし、多分、あと100回こっからやってもできないかもって感じ、自分としては。さらにここまで来るのが難しいからね。まあ、クリア率も頷けるというか。はい、クリアでーす。まあ、これは、おー、やった、クリアって感じじゃないよね。クリアさせていただきました、みたいな感じだね。あとちょっとだったんだなー。悔しいな、これは。これは完全に負け戦だわ。負け戦。7万人増えてっからね、マリオがね。これ戻してさ、遊んだコースとかってやって、もう一回見たらどうなってる？あー、まあ増えてないか。547番目？ 6 番目のクリア者になれましたね。難しかったな。はい、最後ちょっとお知らせです。誰もクリアさせる気のない千本桜なんですけどね、コースに欠陥があったみたいでクリアされちゃいました。通常クリアじゃなくて、バツついてないとこがあるじゃないですか、この見えてるところで。あそこら辺でも絶対死ぬはずなんで、何かがあったみたいですね。聞かせてもらったけど、なんかツイッターで言われたんですけど、カメックがとは言われたのは分かった。あとはどういうことなのか全然よく分かんなかったんで、とりあえずカメックを消して、あとは何も変えてない。まあ、リバンプと改正版ですね。を作りました。5806人の方遊んでいただいてありがとうございました。このコースは削除させていただきます。消えてしまった。で、もうすでに9人の方がプレイされてくださってるんですけど、54人であそこまで罰いってるからね、すごいね。あの中入れたのかな、土管。どうなんだろう。土管の中入ると水面になってるんですけど、どうなんだろうな。はい、じゃあ今回はここで終わらさせていただきます。それではご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。